はい、こんにちは、メガリアです。今回はですね、こちら車のですね、スマホホルダーをご紹介したいと思います。こちらですね、スマホのホルダーにですね、ちょっとした機能がついてまして、まず一つ目がですね、これワイヤレスチャージャー付きです。ちょっと見えないですよね。まあ、そんな説明がこちらにも書いてあります。まあ、ちょっとこれ後でね、使ってみたいと思います。でもう一つですね、ちょっと特殊な初めて見た機能があるんですけど、それをですね、その後紹介していきたいと思います。まず早速ですね、こちら箱から出して取り付けをしてみたいと思います。こちら商品名はですね、特に変わった感じではなく、カーワイヤレスマウントチャージャーと書いてあります。箱の中にはですね、こちら本体と小物とですね、あとこちら説明書があります。すごい。これすごいですね。ここに乗せるとこの横が閉まるという。はい、すごいですね。ちょっとこちらセットしてみたいと思います。ここに乗せると横が閉まるという。すごいですね、これ。ちょっとびっくりしました。小物はですね、こちら本体を車に取り付ける部分とですね、あとはこちらのケーブルがあります。まあ、あのワイヤレスチャージャーなんで電源を確保するケーブルです。でこちらですね、取り付けるこの小物があるんですけど、今回はですね、こちらの両面テープでペタッとくっつける方ではなく、こちらですね、結構硬いんですが、ここで挟み込む感じですね。このタイプを使ってみたいと思います。この丸いのをですね、この本体にセットする感じです。ちょっと無理やり突っ込む感じかな。よいしょ、はい、入りました。こういう感じですね。そしてここで挟み込むという感じですね。こういう感じです。こういう風に挟む感じですね。ちょっと今回上目に取り付けてみましょうかね。すごいガッチリ。ここにですね、ここに引っかかるようになっているので、あっても抜けないですね。ちょっと分かりづらいかな。こういう感じです。これがちょっと引っかかりがあるので、引っ張っても抜けない感じになってます。ここですね。そしてこのボール状のところですね、ぐりぐり回してきつく締めていきます。はい、ということでですね、こちらにセットできました。ではですね、こちらスマホを乗せてみますと、先ほど見せたように横からですね、ホールドされて、落ちないですね。その代わりこれ横向きが無理みたいですね。縦方向のみです。あとはですね、私こういう手帳タイプを使ってますので、この手帳タイプがですね、うまくホールドできるかやってみたいと思います。ちょっと無理かな、これは。厳しいですね。ちょっとあまり厚みのあるものはですね、抑えられないですね。もうちょっと手帳の部分しか抑えられないです。ワイヤレス充電なんでね、厚みがあると充電できないと思うので、っていうことなのかなと思います。はい、こういう感じですね。あとこちら本体ですね、正面から見てこちらの右側にですね、マイクロ USB を挿すところがあります。こちらにですね、マイクロ USB を挿してみたいと思います。
で、こちらですね、挿します。はい。はい。で、今ですね、これエンジンかけてあるんですけど、ちょっと落としますかね。エンジンかけてます。こちら、Galaxy S7Edge なんですけど、こちらがですね、ワイヤレスチャージャー対応なので、こちらをですね、セットして充電してみたいと思います。はい。あ。今画面わかりました？あ。今こちら下にですね、書いてあるんですけど、こちらスマホ下のところに書いてあるんですけど、ワイヤレス充電中となっております。はい、ということでこちらですね、こうセットするだけでさっと充電できるようになりました。いや、便利ですね、これ。ただ私、手帳タイプを使ってるので、ちょっといちいち、スマホを本体だけ出すのがちょっとめんどくさいかなっていう気はします。普通のですね、プラスチックの厚みのないケースだったらそのままいけるとは思うんですけど、ちょっと私持ってないのでごめんなさい、できないんですけど、まあ、あんまり厚みのないケースでしたら問題ないと思います。ということで、まあ、こちらの配線はですね、後で何とかするとして、こういう感じでですね、便利に充電することができるようになりました。あとこちらですね、最初の方にこのワイヤレスチャージャーともう一つ別の機能がありますということで言ったんですが、こちらがですね、そのマニュアルになります。バンドカーマニュアルと書いてあります。まあ、何かって言いますと、ここのホルダーの真ん中にですね、 QR コードが書いてあるんですけど、これを読ませるとですね、アプリをダウンロードするところに行くようです。まあ、ここにもあるんですけど、こちらをですね、ダウンロードしますと、なんとですね、車の位置がわかるというものになってます。まあ、説明がですね、相変わらず中国語と英語なんですが、日本でも使えるんですかね。まあ、ちょっとこちらもですね、ダウンロードして実際に使ってみたいと思います。はい、バリバリ中国語のサイトに飛びました。こちらでですね、アプリをダウンロードしろということなんですが、はい、ちょっとこちらのですね、アプリなんですけど、ここからですね、QR コード読ませると、中国のですね、アプリをダウンロードするサイトに行きまして、多分ダウンロードするんですけど、よくわかんないんで、Google のですね、Play Store で検索したところ、普通に iPark で出てきました。ということで、そちらをですね、使ってみたいと思います。こんな感じですね。インストールすると、こんな感じの画面が出てきます。まあ、Bluetooth でですね、接続しているようです。こちらですね、分かったんですけど、今ですね、車の電源は切ってあります。で、今こちらですね、接続されてないという状態なんですけど、これ車をですね、オンにすると勝手に接続が始まります。はい、今ですね、コネクティングというこちらですね、表示が出てます。はい、で、これでですね、ま、車の電源を切りますと、画面になります。 Take me to my car ということで、こちらのですね、マップに車の位置と自分の位置が出ます。まあ、これアプリをインストールして立ち上げてですね、まあ、車をオンしてオフにすれば、まあ、オフにした時点の車の位置が記憶されると。そして自分がですね、こう移動して、まあ、今どこにあるのかっていうのが分かるようですね。はい、ということで今回はですね、こちらの
ワイヤレスチャージャー付きのこのスマホホルダーとですね、もう一つ機能がありまして、車の位置がですね、止めた位置がわかるというアプリが、まあダウンロードして使えるようになるというちょっと変わったスマホホルダーでございます。まあちょっとね、説明書の方が英語と中国語なので、まあ、全然何書いてあるかわかんないんですよね。まあやってみてなんとなくわかったっていう、まあいつも通りの感じなんですけど、はい。まあこんなような商品でございます。まあこのワイヤレス充電自体がですね、なかなか便利なので、まあすごいいいなと思います。まああとはですね、こちら、慣れないところ、まあ旅行なんか行ってですね、自分の車はどこに止めたっけってなった時に、役立つ機能なんじゃないですかね、と思います。はい。ということで、これあると結構便利かもしれないです。はい。ということで、今回はですね、こちらのワイヤレスチャージャー付きのスマホホルダーをご紹介しました。まあ、こちらですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、もしよかったら購入してみてはいかがでしょうか。取り付けも簡単でですね、これ結構しっかりくっついてます。ちょっとこう、左右上下動いちゃうかなっていう感じあるんですけど、まあ、落下するっていう感じはないですね。なので走ってる最中にちょっとこう動くかもしれないですけど、まあ、ちょっとこちらはですね、走ってないので何とも言えないんですが、まあこの感じだと動きますよね。まあちょっとその辺心配ありますが、もしよかったらですね、購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。今こちらスマホを再起動しているところです。先ほどのアプリなんですけど、まあ、再起動してもですね、車の位置が残ってるかどうかっていうのを確認してみたいと思います。そうですね、車止めたところはここなんですけど、少し離れたここに今います。スマホですね、再起動しても先ほどのここの場所のデータがですね、残ってるようですね。なのでちょっと旅行なんか行った時ですね、こちらやはりいいですね。どこに車止めたか分かんなくなると思うので、結構便利だと思います。